お帰り、遅かったね。残業だったのお疲れ様ー。ん <laughs> どうしたのすっごいびっくりした顔してる。あ、じゃあこっちはどうあ、起きた。おはよう。目が覚めたここはどこかわかるあは、<laughs> 気づいたそう、今のは、 君が最近、毎日聞いてるヤンデレのシチュエーションボイスの冒頭 <laughs> えどうして知ってるんだってなんで知ってるんだと思う携帯を見たは <laughs> っははぶーそんなことするわけないじゃん正解は。 リビングで見れる YouTube に同じアカウントでログインしてることを忘れたおバカさんか YouTube をつけっぱなしにしていておすすめ欄に流れてきた動画から発覚したでしたバーカバーカ <laughs> 本当にさうかつなんだから君っておバカさんだね頭足りないね <laughs> ザーコザーコんうんうん怒ってるすっごく。 <laughs> だって君さ私に男性芸能人にかっこいいって言うなって言ったよね男友達と連絡取るなって言ったよねなのになんでこんなことしてるの君が一番約束守ってないじゃんそんなやつに今まで約束を守るのは大事だとか言われてたんだって思うと <laughs> 怒り通り越して笑えてきちゃうよね <laughs> どうしたのそんな小さく縮こまっちゃってかわいくないよ うんごめん何が何が約束を守ってなかったこと隠れて女の声を聞いてたことそれとも他の何かどれ不誠実なことをしたことかまあ旧大点って感じ私だってさ別に君の趣味にいちいち口出ししたいわけじゃないんだよ 今日だって久々に会えたんだし喧嘩なんかしたくなかったしだから君の好きな料理作ってお掃除でもして待ってようと思って君の部屋入ったらさパソコンはつけっぱなしだわディスクトップにその配信者さんのポイスを丁寧に並べてあるわ知らないうちにグッズなんか買っちゃって何してたの私と会えない間デレデレするためにバイトしてたの本当にムカつくムカつく本当にムカつく どう目合わせしてくれるのうんうん私が前行きたいって言ってたホテルうんうん一番いい部屋ねで朝から遊園地行って次の日は水族館行って一日中相手してくれなきゃ許さないからわかった 何ニコニコしてんの気持ち悪い怒ってるんだからね <laughs> いいよ <laughs> じゃあこれからはお仕置きだから仲直りしたって違うパンアカ私は大好きな彼氏が自分以外の女の声で興奮してたことに腹が立つの上書きしなきゃ絶対許せないもんだからお仕置き 何文句あるうんじゃあ教えてどんなの見てたかそりゃあそうでしょだって同じのやらないと意味ないもん私が君に何もしてあげられてないみたいになって悔しいんだもんうん教えてほうんうんうん 年上のお姉さんに振り回されたいおー、あかった押し倒しちゃったねえドキドキする普段可愛がってる年下の女の子に押し倒されて。 相手に主導権握られてドキドキする <laughs> 舐めないでよ私だって子供じゃないこの先どうすればいいかぐらいわかるじゃあたっぷりお仕置きしてあげるから覚悟してね